今回のアレンジの中で一番意外っぽい感じの色使いですが、すごく綺麗な仕上がりになります。こんにちは、きょうこです。今マグネットネイルがとっても流行っていて、たくさん買いすぎちゃったっていう人はいませんか今回はマグネットネイルに色々アレンジして、何通りも楽しめるやり方をシェアしていきます。 使うアイテムは概要欄に貼っておきますが一部のものは海外のものなのでそれだけ買ってしまうととっても割高になってしまいますなので自分が持っているマグネットジェルをアレンジする時の参考にしてみてくださいねそれでは動画をご覧ください最初はグレースジェルから発売されているユニコーンマグネットジェルを使って何通りかアレンジします このジェルはクリアージェルの中に細かい粒子のマグネットが入っているので簡単にアレンジすることができますまず最初にシアーなベージュを塗っていきます今回使っているのはラブリーカラージェルの LD007 番です一度塗りでも二度塗りでもどちらでも大丈夫です 今回はちょっと薄いかなと思ったので2度塗りしています。カラージェルの上にユニコーンジェルをのせていきます。マグネットジェルはあんまり薄くのせすぎると磁石を近づけても動かないので気持ち多めに塗った方が綺麗に模様を出すことができます。 磁石を当てても好みの形にならない時はもう一回ブラシで表面をならすとやり直しができます出来上がったのがこちらです一番最初は誰でででももすす。ぐにできるとっても簡単なやり方ですこのユニコーンジェルはベースカラーが少し濃いめの方が模様がはっきり見えますがナチュラル系が好きな方はこれくらい薄い色でやってみてください 次はベースカラーに少し濃いめのマゼンタを使います。この上げハジェルは一度塗りで結構色が出るので今回は一度塗りをします。この上にユニコーンジェルをのせて磁石を近づけて模様を作っていきます。さっきのベージュと比べて模様が動くのがとっても見やすくなっています。 このままキラキラを楽しむのももちろんありですが今回はこのキラキラを少し抑えめにしようと思うので上からもう一回カラージェルを塗っていきます使用したカラーはラブリーカラージェルの LD-006 番です。これで完成になりますユニコーンのカラフルさが少し隠れてほんのりユニコーンジェルを楽しみたい方におすすめです 次はベースカラーに明るいピンクを塗ります上からユニコーンマグネットをのせて磁石を近づけますマグネットジェルの上に一度クリアジェルを塗って硬化します今回はこの上にジェルではなくてインクをのせていきます インクも買ったけど最近使ってないよっていう人も多いかなと思います。何色も乗せてもいいですし今回みたいにシンプルに一色でも楽しめます。ジェルではないのでムラになったりところどころに線が残っていてもそれもまた綺麗なデザインになります。インクが乾いたらトップジェルを塗って完成です。 今度はベースカラーにもキラキラの入ったジェルを使います。上からマグネットジェルを塗ってしまうとこのキラキラはあんまり目立ちません。上からユニコーンジェルを塗ってマグネットを当てます。今度はこの上にカラージェルを2色使っていきます。真ん中に明るめの色をのせると少しキラッと光った感じに見せることができます。 とっても似た2色ですが真ん中に少し明るめの色を持ってくることでほんの少し変化を楽しむことができます。これでで完成です今度は濃いパープル系のマグネットジェルを使います。 これは気まぐれキャットのキャッツアイジェルブルーベリーアイです磁石を近づけて好みの感じになったら硬化させますもちろんこれだけでも綺麗ですがこの上に今回はクリアの赤と青を使います紫の上に赤と青なのでとっても綺麗な紫色を出すことができます このジェルは紫と言ってもかなりネイビーに近いので青を重ねたところはすごくきれいな青色に変わって見えますこのデザインはざっくり2色に分けて塗ると仕上がりが綺麗です次も同じブルーベリーアイを使っていきます 磁石を近づけて真ん中に明るいマグネットを集めたら硬化させます爪の真ん中にクリアジェルを塗ってオーロラフレークを重ねていきますオーロラフレークは下が透けるのである程度たくさんのせても大丈夫です 硬化させてフレークがしっかりついたら、この上に明るいピンクを塗ります。爪の真ん中の明るいところを目立たせるために、爪の周りには濃いクリアーパープルを塗ります。これで完成です。 フレークやマグネットが見え隠れしてとっても綺麗なキラキラなデザインになります次は気まぐれキャットのアアプリコットアイを使います。磁石を近づけて真ん中に明るい色が集まるようにします今回はこの上に ククリアのピンクと黄緑を使います。この2色を使うことで仕上がりがりりちょっと美味しそうなな色になります。このジェルはもともとマグネットを当てたところがギラッとしないタイプなのでちょっと分かりづらいんですが爪を動かすとほんのり色が変わっているのは見えます。 緑は薄く塗ったので仕上がりにそんなに緑っぽさはないのですがちょっとジューシーな感じに仕上がります次のアレンジはベースに少しラメの入ったシアげ系のネイビーを塗っていきますベースに黒を塗るよりも仕上がりがちょっと明るくなります この上に塗っていくマグネットはトイズの WLC3 番です。シルバー系のマグネットなのですが中に細かい緑とほんの少し青っぽいグリッターが入っています。塗り終わったら磁石を近づけて好みのキラキラを出します。 この上に塗っていくのは黄緑と青のクリアカラージェルです。これをランダムに好きなところにのせて硬化させます出来上がったのがこちらです今回はベースにネイビーを使います 次に使うマグネットジェルは私はボーンプリティのジェルを使ったのですがネッットショップででも日本で似たようなジェルが出ています。画像や映像でこれを見せるのがとても大変らしくてどこのネットショップを見てもなかなか同じように出ているのがないのですが緑っぽかったり青っぽかったり時々紫も見えたりする不思議なマグネットジェルです。 マグネットジェルを塗ったら磁石を近づけて好みの模様を出します硬化させたところがこんな感じなんですけど映像をカメラで見ると緑しか見えてないんですよね肉眼だとここら辺に紫がしっかり見えるんですがこうすると 多分緑しか見えてないんじゃないかなと思います今回この上に塗っていくのは黄色と赤のクリアカラーです今回のアレンジの中で一番意外っぽいい感じの色使いですがすすががごく綺麗なな仕上りりになります黄色を真ん中に塗って赤は爪の周りをぐるっと囲むように塗ります。 出来上がったのがこちらです最後はオレンジ系のマグネットジェルと焦げ茶っぽいマグネットのパウダーを混ぜましたパウダータイプのマグネットを買った方もいると思います 普段はクリアジェルとパウダーを混ぜるのですが今回みたいにマグネットジェルにパウダーを混ぜてみてくださいまた違った仕上がりを楽しめますこのカラーはマグネットがそこまでキラキラしないので最後はマグネットの上にあえてマットジェルを使いました。 マットな部分とクリアな部分があることで違う表情を見せることができます先に全体にマットトップを塗って硬化してからその後に好きなところにツヤの出るトップジェルを塗っています仕上がりはこんな感じですお好みで境にラメラインをつけたりミラーパウダーをこすったりしても可愛いです いかかがでしたか今回のやり方でカラーを変えてみるとより複雑なカラーを何通りも楽しめることができます。ぜひやってみてください。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。